今年流行りのかき氷か。あとで、ファンクラブの方の配信、ラジオ配信をするので、そっちでまたジャカルタの話をしますね。じゃん、できました。世界一長い、世界一長いかき氷です。はい、長いけど先っちょにしかシロップはかかってません。はい、これです。世界記録。高い、高いか。第一高いかき氷。この服もジャカルタで買った服なんです。じゃーん、かわいいでしょ色味。ズボンもあっちで買ったズボンなんですけど、めっちゃ可愛くてピンクでポケットがハートになってるんです。ジャカルタの方がね、涼しかったです。タワー来たわ。あ、タワー来た、ありがとうございます。すごいソフトクリームがいっぱい。あれ見られへん。あ、こっちで見つるさん、ありがとうございます。タワー、いつもありがとうございます。つるさんな、皆さんも教えてくれてありがとうございます。バグってるのか。ありがとうございます。いっぱいお土産買ったんです。
自分で食べるのに一つ買って、なんかトリュフのポテトチップス買いました。美味しそう。ドリアンの衣装可愛かったね。めっちゃ可愛かった。ほんまに初めて着たんです、ドリアンの衣装。嬉しかった。可愛い、ほんまに。このね、帰ってきてから荷物を片付けるのが一番めんどくさいんですよね。こんにちは。すごい、ゴールデンマイクや。お嬢さん、すごい、こんなんあるんや。飛行機は慣れたみたいな。もうしんどかったですよ、飛行機。でも帰りの方が爆睡なんで、帰りの方が良かったかも。11時間ぐらい、そうですね、多分待ち時間とかも合わせたらそのぐらいですね。もう足がしんどいです。飛行機で残ってた体力を全部持ってかれました。M 公園入ります。うん、待ってます。 M 公園ね、またいっぱいあるから。ヒリオルもね、久々に6日にあるのでお待ちしてます。もう8月ですからね。もう帰ってきて、明日にはもう8月になって、公演してサマステしてティフして公演して盛りだくさんですね。そう、チェイクワンもあります。見に来てください、ぜひ。結構予告映像で私も完成楽しみに なってます。どんな感じなんやろうって楽しみ。Thank you.
覚的よね。そうなんです、撮影もねほんまにめっちゃ本格的で、第1話を思い出しました。そう、昼夜公演の後に、あ、昼夜公演ですね、昼夜公演の後にあのちょいコアの上映会があります。ちゃんとねちょいコアなんで夜にしますお楽しみ。歌ってほしい。そう、レイポンも出てくれるので、9期のハガレイちゃんが。レイポン可愛いですよ、ほんまにめっちゃ可愛い。早いですがランキング読みますね。13位 A さんありがとうございます。12位ポイさんありがとうございます。11位吉村哲也さんありがとうございます。10位丸ひげさんありがとうございます。9位を読めないイクダラッシュさんありがとうございます。ありがとう、バラン。ありがとうございます。どこの人やろ。ランキング変わった。ちょっと読んでない人だけ呼びますね。13位。ナファル・ネロさん。わがむず。ごめんなさい、読めなくて。ありがとうございます。12位吉村哲也さん、11位丸池さん、10位電気ビリビリさんありがとうございます。9位イクブララッシュさんありがとうございます。なんて読むんやろ。ありがとうございます、見に来てくれて。9位しげやんさんありがとう7位みやびさんありがとうございます。6位ジョンさんありがとうございます。5位ひよこさんありがとうございます。4位大きな M さんありがとうございます。3位トップティーのおしょうありがとうございます。2位てうありがとうありがとう。1位つるさんありがとうございます。タワーもありがとうございます。お、よくグラビア誌で見てたんですか。ライブは初見で画面越しでもめちゃくちゃ可愛いです。嬉しい、ありがとうございます。また見に来てください。グラビアも今度漫画アクションさんの数は掲載していただくので見てください。また発売日も告知します。
ありがとうございました。バイバーイ。また近い時間にルームスの配信もします。ラジオ配信します。またね。